はい、1億円シリーズ、即可塾の大久保です。今日もよろしくお願いします。えー、皆さんはね、神様っていうのを信じてますかね。えー、よくね、えービ、ビジネスをしていると、 お客様は神様ですみたいなことを言ったりとかですねなんか素晴らしい奇跡的な出来事があるとうわ神的だとかね神界だとかっていう言葉があります神ってるとかいう言葉もね以前広島で流行ってましたけどもこの神っていう概念をねすごく極端なんですよ例えばね私が考えている神の概念っていうのは2種類あるんですけども全く違うんですよね意味が一つはですね 何でもかんでも与えてくれる人これを神と呼ぶんですよねもう神様っていうのは何でもかんでも与えてくれる人ですよだからそういうのを神的なサポートとかね神的な塾講師とか神的なビジネスオーナーとか言いますよねどんな質問にでも答えてくれてどんな要求にでも答えてくれてどんなものでも包んでくれるこういう素晴らしい人のことを神と呼びますもう一つの概念は何でもかんでも持っていく神っていうのがありますよね要するに貢ぎ物を要求するんですよ うん。だからこれがねお客様は神様ですっていう風に考えてこの神様にはもう何でも何でも捧げていこうっていう風な、ね、精神がビジネスの精神ではあると思いますけどもそれをね今度お客様のガールから見ると俺は神なんだから何でもくれよみたいな感じで三脱する神様っていうねそういう見方もあるんですよどちらがいいのかはもう皆さんの想像にお任せしますけどもこういう風な神様っていうのは側面があるんですよねこれ聖書を見てても同じように感じるんですけども神様はあの人類からね すべての最悪を取り除いてくれる反面、すべての最悪を注いでくれるんですよね。だから最悪なことも起こすし、最高のことも起こすというね、神様っていうのはまさに全知性能だなと思いますよね。さあそこでですね、えー、100ギブ1テイクって言葉が出てきました。これは神様の概念とはちょっと離れるんですけども、多くの方はですね、最初に100ギブ1テイク、これ割に合わないよって離脱するんですよ。ね、離脱しますよね。でもね、最初はそういうもんなんですよ。 最初は割に合わないんです。どんなことも。一生懸命やっても割に合わないんです。部活とか思い出してみてください。最初は草取りとかね、玉拾いとか声出しをするんですよ。野球部では。1年生の時は。2年生の時はちょっとだけ練習させてもらいましたよね。3年生はやりたい放題です。まあこんな感じだと思うんですけども、まず最初1年生の頃ってのはね、何でもかんでも割に合わないんですよ。 こんなことをしてて何の意味があるんだってことをコツ,コツ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 やるわけなんですよね。ビジネスはそういうところがあるんではないかなと思うんですよ。これが直接の結果に結びつくことはないけども、基礎としてはすごく大事なんだよと。その一つが100ギブ1テイクっていう精神ですよね。100ギブ1テイクでもしね、それでも結果が出なかった、1テイクができなかったら、それは1000ギブ1テイクを目指さないといけないですよね。1000個与えても1のテイクも得られないんだったら、今度は1万ギブ。 ワンテイクっってて感じに変わってきます、まあ、ですので、天井知らずにやっていくってことになります。そうするとですね、どこかでね、ペイできる、うそういうフェーズが現れるんですよ。100ギブ1テイクしていって、割に合わないなと思ってきたら、今度はね、与えるだけがもらえるようなね、マッチングしていくようになります。これがですね、えーまあ、月収50万とか100万みたいなレベルかなと思います。おちょっと元が取れるようになってきたぞみたいなところですよね。 でここに来る人っていうのは、ここに来るまでに99%の人は離脱していると私は思います。ほとんどの方、9割以上の方がいなくなるということかなと思います。そして最終的にはですね、割に合うフェーズっていうのがあります。これが月収の300万以上っていうところかなと思います。今までの苦労が報われて、えー、ついにですね、 ほととんどビジネスをしないのにお金がが入っててくくるるフェーズが出てくるとで自分が影響力を持って有名になってくるというねそういう風なフェーズがあると思うんですけどもかこういう風に考えるといいんではないかなと思いますはいそこでですね多くの方がする質問なんですけどもどれだけやればいいんですかと。 YouTube のアップロードどれだけやればいいんですかって質問ね。私のところにも来ないことはないんですよ。少ないですけどもね。私いつもこういう発信してますんで、えー、サラリーマン的思考の質問ってあんまりないんですよ。すべての方がね、起業家的思考で、結果が出ないかもしれないけどやってみるみたいなところから飛び込んでくれるんですよね。本当にありがたいことだと思います。私の即可塾のね、皆さんっていうのは本当に今ね、質が高い人で溢れてるんじゃないかなって感じるんですけども、さあそこでですね、 例えば仮に YouTube をやるにしても何本ぐらいでいくらぐらいの収益が上がるんですかって質問をね、そういう疑問っていうのはども誰も持つのはそれは人情だと思います。そこで,ですね、私の回答です。どれだけやればいいんですかということを聞かれたときに私はね、いや、あなたの収入が欲しい分だけやればいいんじゃないですかっていうふうに答えますよね。これが全ての回答だと思います。欲しいだけやればいいんですよ。そうなんですよ。 うん、100本動画を撮って1円でした、うん。収益になりましたよね。それで満足ですかいやいや、1円じゃとてもやっていけません。あだったら、もっともっと頑張ってえ、1000本、2000本やっていきましょうねと。1000本、2000本やってみたらどうなりましたそうですね。月収で3万円ぐらいになりました。おお、よかったじゃないですか。それで満足ですかといやいや、私の欲しいのはもっともっと大きな金額なんですよ。月収50万とか100万欲しいんですよ。あ、だったらもっともっとやればいいんじゃないですかっていう形で、自分の欲しい分だけやればいいんじゃないですかね。自分の欲しい分っていうのがゼロではないと思うんですよ。 10も結構いいと思いますけど、10万でもまだまだもっといきたいと思うんですよねえ。もっと言ったらですね、万っていう単位を結果で結びつけられるようになってくると、今度はね、やりたくてしょうがなくなりますよ。だってやった結果がもう出てくるわけですから、つまりですね、これ何割に合う状態、ペースいる状態、マッチングする状態に入ってくるということなんですよ。そうするともうね、2次関数です、伸びは。割に合うようになってきます。えー、割に合うっていうののの一つには、多くの方がね、 えー、まだそこまで達してない方がどのようにやるんですかってことで、えーまあ、信頼厚いですね質問いただけるんですよ、まあ、そうなってくると自分が頼られてるっていうそういう自意識からですねもっともっと頑張れるようなね後押しをしあのされていくというような状態に入ってくるんですよね、まあ、これがですから神的ななな状況ではいいかなと思いますそうなんですよ自分ができたことってまたできてない人にいくらでも与えていけるんですよ これがだから神様っていうことではないかなと私は思いますけども、皆さんいかがでしょうか ?1 億円に達するにはやっぱりね、神的な存在になる必要がやっぱりあると思います。平凡な人では1億円はとてもとても稼げません。本当にね、平凡に隠れずに平凡をどん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 離脱していってください。平凡を否定するつもりではないんですけども、否定する必要はないんですけども、そこを離脱しかないといけないんですよ。ということで、平凡っていう引力を、うもうね、振り切って、天井人になる。それが神様への方法ではないかなと思います。